福島県の南部に位置する棚倉町。その八月地区にある八月筒子分神社には七座の神楽と代々神楽が伝えられています。代々神楽の演目は福島県内の神楽の中では最も多い36座で、県の重要無形民俗文化財に指定されています。今回ご覧いただきます八岐のオロチの物語は、スサノオの御事がクシナダ姫を助けるためにオロチに毒酒を飲ませ、トツカの剣で退治するというものです。主に筒子分神社の祭礼で奉納されています。ここはそうだね、600年か700年前からね、継承してるんですよ。大体神楽はこう、日本の有史以前でイザナミの時代からの、物語を、36座かけて大和たけるが、日本を平定して、そこまでの、ストーリーを36座かけてやっています。やっぱりあの後継者はね、実はの指導者にならなくてならないと思っています。7年後で、入る予定なんで、心強い後継者にしたいな、そういう考えを持ってるんですよ。国指定、県指定ですからね、なくすぐらいにはいけないです。Thank you.
茨城県で最も高い闇戸山を源流として福島県の棚倉町を経て再び茨城県に入り、やがて太平洋に注ぐ久慈川の周辺には筒子岳神社が数社祀られています。中でも棚倉町の八月筒子岳神社は平安時代から中央にも知られた古い社で奥州一宮と言われ、神社は県南地方一帯に広まっています。この社には豊作を祈願するお田植えのほか、七座の神楽や大来神楽も伝えられていて、神社に奉仕する鮭の方々によって受け継がれてきました。これらはともに文化財として価値が高いことから、七座の神楽と大来神楽は県の文化財に、お田植えは国の文化財に指定されています。中でも七座の神楽は神事的な色合いがよく残っていて、出雲の国、現在の島根県ですが、その佐良大社の七座の神楽の面影も見られ、県内はもとより全国にも珍しいものです。今回ご覧いただきましたオロチ退治は、大々神楽の中の一つで荒ぶる神のスザノオノミコトが頭と尾が共に8つもあるヤマタノオロチに強い酒を飲ませて戦い、食べられる寸前のクジナダ姫を助けるという有名な出雲神話を前にしたじたものです。この前は島根県や広島県でも広く行われていて、オロチは提灯堂といって竹で提灯と同じ作りの数メートルもの堂を作り、火を吐くなど凝った演出になりました。それに比べ棚倉のオロチは頭と尾が一つだけですが、これは古い前の姿と言ってよく、その意味では大変貴重なものです。